風花地方の玉水木の巨木は今年ほとんど花が咲いていないそうだよ、ママメッチ。まあ、パパマメッツと見に行った時はまだ少しお花を見られたのに。あれからもう随分経つからね。毎年咲く花の数がどんどん少なくなっているらしい。そんなに有名な木なんですか、その玉水木って。うん、とても古くて大きな木でね、風花地方には昔玉水木の森があったらしい。花の咲く時期はそれはそれは美しい光景が広がっていたそうだ。ところがある時から急に花の数が減り始め、木が次々に枯れていった。そして今ではもう一本しか残っていないんだそうだ。その木も今は花がほとんど咲いていないということは枯れかかっているのかもしれないね。残念ね、玉水木の花は本当に綺麗なのに。その綺麗なお花、ちょっと見てみたいです。今日はお休みだからみんなで行く。風花地方は遠いんだよ、ちゃまめっち。それにパパは豆豆研究所に行かなければならないし。パパちゃまお仕事ですか。がっかり。ではラブリッチに頼んでみましょう。本当ですか、豆っち大好き。急なお願いを聞いてくれてありがとうございます。うんうん、気にしないで。私もね、玉水木のお花一度見てみたかったの。Me too。 私たちも。だっち、うちも同感。だって豆っちが一緒なんだもん。たとえ火の中水の中宇宙の果てだって。姫スペッチ、あれが二人の星座、ラブラブハートザダイオン。キュッ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 。お花がいっぱいなのじゃ。この辺りはね、花花村のたまごっちが綺麗なお花を咲かせていることで有名なのよ。向こうに見えるのが玉水仙、その横にあるのが玉スターフラワー、その手前のがタマーガレットで、タマカリフラワーで、これはお花じゃないけど。さっきまでお花でいっぱいだったのに。なんだか寂しいところだっち。あれは？これが玉水木。なんだか痛々しい感じね。元気ないだっち。パパマメッチの言っていた通り枯れかかっているのでしょうか。お兄ちゃま、あれ、うん、お花じゃないですか。本当だ、きっとそうよ。お花が咲いているってことはまだ枯れてないです。お兄ちゃま、何とかしてあげられないですか。そうですね、僕たちにできるなら何とかしてあげたいのですが、どうすればいいのか。キズナッチはもっと近くでお花を見てみるのじゃ。ハピハピッチも見る。綺麗なのじゃ、玉水木綺麗だ。あれを、こっちにも。ここから少し離れたところに家がある。こっちにもあるのじゃ。そうですか、そこに行けば何かわかるかもしれませんね。二手に分かれて行ってみましょう。こっちだ。待ってください、ハピハピッチちゃま。走ったら危ないですよ、ちゃまめっち。まめっちと一緒のグループになれてラッキー。本当仲がいいよね。そんなことないよ。っていうか、もしかしてバレてる？マメッチとチャマメッチって。そうだね、超仲良し兄弟だよね。ほんとチャマメッチが羨ましいっていうか、あんなお兄ちゃんがうちも欲しいよっていうか、お兄ちゃんじゃなくてよかったよっていうか。で、何考えてんの？うちのバカバカバカ。姫スペッチって面白い。見えてきたのじゃ。やっと着いただっち。なんだか可愛い
一体お前ら何者だ？何者って、まさか風風村の奴らの仲間じゃないだろうな。風風村の仲間？まっすぐ、リボンだ。待ってです、ハピハピッチが捕まえる。待って、待つんだ。大丈夫ですか？怪我はないですか？ハピハピッチ大丈夫ですか？風風村なんてこの世にないものと思って生きてるんだ。完全無視ってこと？玉水木の森があったあたりには花花村のものは近づいちゃいけないんだ。だからオイラたちは玉水木の世話をすることができないんだよ。ねえねえ、どうしてそんなに仲が悪いわけ？どうしてって、そんなの知らないよ。知らない？たち？とにかく風風村とは関わり合っちゃいけないんだ。昔からそういうことになってるんだから。これが玉水木の木、こんなに近くで見たの初めて。なんて綺麗な花なの。やっぱり綺麗だ。プンです、プンだ。お、なんでしょう。モメッチ、どうしたですか、お兄ちゃま。せめてあの
に刻まれた絵だけでも見てください。絵ってこんなのありえない。素敵な絵ね。昔は仲が良かったんですよ。ねえ、昔のように仲良くできないのかな。この絵みたいに協力し合えたら、きっと玉水木を元の元気な木に戻すことができるのに。素晴らしい考えですね、フラワッチ。お願いです、仲良くしてください。仲良くする。バカバカしい。そうかな、バカバカしいかな。え、私もフラワッチの言ってることが正しいと思う。この玉水木が枯れてしまったら、風風村と花花村が仲良しになるのは難しいと思う。だけどこの木を元のように綺麗な花でいっぱいにできたら、また仲良しに戻れるんじゃないかな。そうですよ、僕たちも協力します。やってみましょう。ミドテッチ、無理に引き止めるのは良くないのじゃ。この木を元のように綺麗な花でいっぱいにできたら、また仲良しに戻れるんじゃないかな。じゃあまずみんなで雑草を取りましょう。でも、そばに川はないようですね。ああ、もう見てらんない。ミノテッチ、ツルクサはな、腰を入れて引っ張ると楽なんだ。雑草は根っこから抜かなきゃ、また生えてきちゃうんだ。水は後で花々村から汲んでくればいい。ミノテッチ、お前らじゃ、頼りにならないから手伝ってやるよ。ありがとう。オイラだって最後の一本がなくなるのは嫌なんだ。だよね。こうして花粉を飛ばすとね、種がつきやすくなるの。ミドテッチ、おい、ミドテッチ、ハルカゼッチ、ハルカゼッチ、探したぞ、ミドテッチ。帰らないから心配したぞ、ハルカゼッチ。風風村の、花花村の。何やってるんだ、ここに来てはいけないといつも言っているだろう。ほら早く離れなさい。すみません、僕たちが二人に頼んだんです。玉水木の木をこのまま枯らしてしまいたくなくて。二人を叱らないでください。プリーズ、私悪いことしてない。玉水木を見て、木の幹に彫られた絵を見てよ。なんと、これは花花村と風風村は昔仲が良かったんじゃないの。仲良く協力して玉水木の森に花をいっぱい咲かせていたんじゃないの。だが風風村とは、花花村とは関わり合ってはいけないんじゃ。どうして。それは理由を言えないなんておかしいよ。ミドテッチの言う通りよ。うちの姫スペフォンによると、花花村と風風村の相性は抜群なんだけど。姫スペッチの占いは当たるんだよ。よいしょ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 。ふうです、玉水木の
の根っこ、これでもう重たくなくなって。あの、さっきはごめんなさいです。ハピハピッチちゃんも、ハピハピッチも、さっきはごめんだ。よかったです、仲直りできて。はるかぜっち、さっきはぶつかってごめんなさい。いいのよ、私も悪かったんだもの。あの、かぜかぜ村とはなはな村はどうして仲が悪くなったんですか？あれはわしがまだ子供だった頃のことじゃ。はなはな村とかぜかぜ村のたまごっちはいつものように仲良く協力して玉水木の森の世話をしていた。その日はちょうど年に一度の種まきの日で、ところが突然、風風村のたまごっちたちが種を風で飛ばして種まきができなくなってしまったんじゃ。それは違う。わしらは風で種を遠くまでまこうとしただけじゃ。わしらにはわしらの種のまき方がある。悪いのは風風村じゃ。いいや、悪いのは花花村じゃ。いいや、風風村じゃ。なんだ、そんなくだらないことで長い間喧嘩してたわけ？くだらないこととは何じゃ。大事な玉水木のことじゃぞ。だって種の巻き方で喧嘩するなんて、どっちだって種を巻くことに変わりはないのに。そうよ、それで玉水木の森はこんなになってしまったのよ。それはどちらも美しい玉水木の森にしたいという気持ちは一緒だったみたいですね。子供たちの言う通りじゃ。ちょっと喧嘩が過ぎたようですな。最後の一本が枯れる前でよかった。今日からまた協力して玉水木を守っていきましょう。よし、あとはわしら大人たちで仕上げじゃ。最後は水が必要じゃな。皆の者、行くぞ。はい。一体どこへ行くだっち？あ、見てくださいです！風風村のみんなが雨雲を連れてきてくれたんですね。わあ、レインシャワーだね。玉水木、気持ちよさそう。もう十分じゃろ。はい。フラワーハート。
信じ合う心。キキッチ黒豆っち、黒豆っちならスケボー得意でしょ。教えてほしいし。俺勝負に興味ないから。黒豆っち、スケボーキキッチ猛特訓絶対見るでしょ。君も今日からたまともだぜ。今日の玉森は新入学玉森。入学シーズン到来、気持ちもアイテムも